ココちゃん、ココ、ごめんね。ココちゃんの誕生日は9月11日だったんだ。すまねえ。許してくれるか？何も買ってねえけど、急いでおやつを買ってきたのであげたいと思います。ごめんなさい。ごめんね。ナナちゃんにもあるからね。な、ナナにもあるから。今回のおやつはチャオ焼きマグロ、マグロだし味。こちらはね、初めてだけど喜ぶかな。これ食べさせるの初めて。それでは分けていきたいと思います。なんか調べたところによると、猫は丸飲みするらしいので、できるだけね、ほぐしてあげた方がこういうのは嬉しいそうです。ほら、早すぎるよ、手が。まだダメだよ。できました。今日の僕のご飯でーす。ほら、ほら、集まれ集まれ。ちょっとココちゃんのね、誕生日を私が勘違いしていたので、罪滅ぼしおやつということでね。はい、これがココちゃん、これナナちゃんのね。ナナちゃん、ナナ、こっち。全然なんな、興味示さんけど。うそー。ナナちゃん食べんかったんですけど、ちょっとじゃあ僕も一かけら食べてみますね。これ、全然まずくない。今のおやつ関係、あの、なんの食べんでいいの？なんの食べんでいいの？日光浴なんか気持ちいいか。もう目が、瞳孔が小さくなっとるもんな、やっぱ太陽浴びると。
もう黒目ないやん。怖っ。黒目ないよ。気持ちいいんか、そこが。おやつよりもそこを選んだんやな。あら、ちょっと食べ方汚いけど、全部ね、食べました。そんなに嬉しかった？水飲むとき、一定のリズムで尻尾が動くな。ココちゃん、満足しましたか？